はい、皆さんこんにちは、まいです。今日の引きこもりクッキング、お家でラーメンをよく食べる人必見です。はい、あと、ゆで卵を上手に作れない人もすっごく役に立つので見てください。コツが2つあります。材料はですね、たったの3つだけです。卵とめんつゆとお酢を用意してください。それ以外にですね、こういったジップロック、ジップロックがなければポリ袋を用意してください。それでは作っていきます。お水の中にあらかじめお塩とお酢を入れていきます。卵の殻を剥きやすくしたいので、こちらの下の部分ですね、尖ってない方の部分にひびを入れていきますですね。どうするかっていうと、軽くこういった硬いところに打ちつけてひびを入れます。これだけです。あんまり強くやると割れてしまうんですけれども、軽くですね、これだけです。で、このようにしてお水から茹でていきます。では火をつけます。はい、それでは6分間経ちましたので火を止めて、ゆで卵はお水にとっていきます。で、このようにお水をかけて冷やしていきます。では卵を剥いていきます。で、こういったお水の下で剥くと簡単に剥けます。ぜひ試してみてください。ほら、こんな綺麗に剥けます。剥いた卵はジップロックに直接入れていきます。ここにめんつゆとお酢を入れていきます。めんつゆとお酢の割合は2対1です。めんつゆを2杯。お酢を1杯入れていきます。めんつゆとお酢が入りましたら、しっかりとジップロックの空気を抜いて閉じます。で、この状態で冷蔵庫で一晩、染み込ませていきます。それでは今日の私のお昼はラーメンなので、早速煮卵をのせていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。煮卵は、冷蔵庫で4日間ぐらい、保存が効きますので、たくさん作ってですね、ラーメンのトッピングにしたり、あともうおかずの一品にもなりますので、非常に重宝します。特に1日、3食ですね、ご飯を用意しなければならないような時に、これが1個でもあるとすごく助かると思います。なので、ぜひ作ってみてください。はい、それでは今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。またね。